今日はとっておきのスイーツ店に行こう。新恋はソウルキッチン。黒いフランス菓子専門店パティスリークロノアール。北口みのり会の中にある。下町風情の街角にひときわセンスの光る店構え。オープンは2021年1月。新恋はでも有名店だ。ご覧あれ、美しいスイーツの数々。そしてもうお気づきだろう、黒いスイーツの数々。そうだから黒ノアール。今回は少し離れのイートインスペースで食べよう。お店から歩いて1分。一見目立たないが、入ってみれば白と黒、ドライフラワーを基調とした落ち着いたフランスの古民家のようなスペース。いやー、おしゃれだね。本日は奇跡の菅さんと2人でたくさんのスイーツを食べることに。おじさん2人で楽しんでもいいじゃない。おしゃれなところに来たっていいじゃない。見て、本当に黒いスイーツばかりなんだな。クロノアールオーナーシェフは地元葛飾区の生まれ。高校1年の夏からパティスリーでアルバイトを始め、卒業後そのままこの世界へ。その後フランスに2年ほど修行。独立前は全国大手製菓子メーカーの研究開発部門と、この道20年以上のキャリアを持つ。まずは一番人気、7万個売れているシュークリーム。パリフワのシュー生地を割るととろりとしたクリームがたっぷり。おいしい。くー、弱い50にしてこんなにシュークリームに感動するとは。ブラックココアの黒い生地は大人の苦味を持ち、クリームのまったりとした甘さの中にミルキーなコクがしっかりと主張してくる。そう、このシュー生地、表面のザクザクっとした食感はごまを練り込んだチュイル。食感と甘さ、苦さのバランスが素晴らしい。ブラックココアを練り込んだシュー生地はたくさんの旨味を引き連れて食堂へとパレードする。まるでハーメルの笛吹き状態。二度と外へは出られない。続いてはクロワッサン。こちらもブラックココアで黒く光沢があって大きい。中身ももちろん黒のアール。へえ、思ったよりとても軽い。表面の薄く塗ってあるシロップが前歯をくすぐり、ベロに甘さを連れてくる。中の食感はとても軽い。そして徐々に正体を表したのがブラックココアの心地よい苦味。まるでシャンボール状の朝霧のように口中から鼻腔へと余韻長く漂っていく。お前フランス行ったことないよな。ん？何？これはパンじゃない、スイーツだ。全く隙のないパリッパリサクサクなこの歯触りとほのかな甘み、まさにジャンレノを彷彿させる洗練された大人のビター感がトレビアーン。お前下手だな。これはブラウニー。チョコレート含有量は 25% ほどだ。大人の苦味がとてもコケティッシュ。男性でも好んで食べられるね。
しっとり滑らか、それでいてベルに寄り添い離してはくれない。あのフランス皇后ナポレオン・ボナパルトの妻、ジョゼフィーヌ・ド・ボアルネを思い出す。向こうはお前を知らない。続いてチーズケーキ、その名もムッシュ。食用バナも美しさのアクセント。側面は厚みのあるチョコレートの板で覆われていた。クラシカルでとても濃厚なチーズケーキ。上に流れている柑橘系マーマレードソースの爽やかな酸味がよりチーズの風味を増幅させてくれる。チーズケーキモエルイオンクチュー。出た。多分間違っているフランス語。そして側面のチョコレートと一緒に食べてみよう。おいしい。濃厚なチーズケーキはチェロの響き、ピアノは黒いチョコレート、ソースの軽快な音色はバイオリン。このトリオが織りなすハーモニーはまるでベートーベンピアノトリオ太鼓。また海辺のカフカを読みたくなる。このチーズケーキムッシュはシェフが衝撃を受けたチーズケーキを再現。アンドレ・ルコントとの思い出の一品を黒にしたという。アンドレ・ルコントとは日本で初となるフランス菓子専門店を開店させた、今日の日本におけるスイーツブームの草分け的存在。シェフの思い出と情熱が込められた作品なんだな。ほう、ノワールとブラン、艶やかな漆黒にちらりと覗く気品ある白、まるでタキシードを装いオペラ座に集まる紳士のような優美さ。そこに優しく寄り添うあんこ、その甘みは繊細な苦味を引き立てる淑女のようだ。はいはい。これは季節限定かぼちゃプリン、11月ぐらいまでの商品なんだって。容器の瓶がとてもキュートだね。最初に顔を出すのはもちもちくずゼリーに黒蜜。おお、これも美味しい。くずゼリーと黒蜜で和テイスト、洋菓子を食べている感じはない。黒蜜とかぼちゃプリンをあえて食べてみよう。濃厚なかぼちゃプリンはまろっとした舌触り、どこか懐かしくどこか新鮮、温故知新のプリンだ。かぼちゃプリンと黒蜜って合うんだね。重すぎず軽く食べられて満足度が高い。まるで童話の中で食べているような不思議な感覚になってきた。世界のプリン好き30人に選ばれた僕の出した答えはレヘンデュプチンギ、プリンの女王。最後は黒ごまのアイスシュー。見てこのボリューム、存在感、コントラスト、素晴らしいね。先ほどのシュークリームよりもガリガリっとした重厚な生地にたっぷりのごまアイスとクリーム、口の中で増幅されるごまの風味がとにかくすごい。たまらないな。食べ応えは抜群。アイス、生地、クリームのテイストバランスが絶妙。これは唯一無二のアイスシューだ。お肉で例えるならばシュークリーム界のサーロインステーキ。
美味しいな。例えで迷子にさせるな。新恋は北口に佇む黒いフランス菓子専門店クロノアール。シェフのスイーツは独創性が織りなすファンタジー。苦悩のノアール、苦労のノアールはやがて美しいクロノアールとなった。なんちゃって。